ました。間違いないですね、黒は。うん、多分汗ね、汗じみとかも気にしなくていいし、透けとかも気にしなくていいし、黒は間違いないです。はい。はい、もきちゃん、みーちゃん何歳ですかっていただいてるんですが、26、27です。はい、そうです。です。よろしくお願いします。朝授業参加したらぜひぜひ参考にしてくれたら嬉しいです。めっちゃ可愛い。うんうん、よし、うん、じゃあこの子結構色違うな、よく見ると。確かに。よし、はい、じゃあ3点目に行こうと思います、うん、はい。ちょっとブラウス読み切れてないコメントあったら、あのおしゃべりコーナーでください。すみません、はい、ぜひお願いします。じゃあ3点目に行きます。はい、商品名が前後 2way リネンライクジャンスカワンピース、うん、品番が E3061 です。お色が、もぴちゃんが今持っているブラック、ブラック、そしてベージュ、ベージュ、はい、そしてもぴちゃんが今着てますブルーミックス、ブルーミックス、はい、私が着ておりますグレーミックス、うん、こんな感じでちょっとよく見ると混ざってるような、そうなんです、はい、ミックスをなっております。はい、はい、の4色展開になっております。はい、それではいきます。じゃじゃん、2590円。イエーイ。でこちらが今日18時発売で9月18日水曜日朝11時59分まで送料無料の特別価格です。ではもぴちゃんおすすめポイントお願いします。はい、じゃあこちらはですね、あのリネンライクなので、あのチクチク感もなく、あの結構涼しげに見えるんですけど、すごいあのサラッとして着ていただきやすい1枚になっております。でこれ私とみーちゃん2人ともして今 V を前にして着てるんですけど、あの後ろの U、 あ、そうかそうか、そうそう、前後 2way、 ちょっとこのブラウスはね多分 V の方が合うかなと思って、うん、そう、ちょっと両方 V なんですけど、うん、じゃあ前後 2way であの楽しんでいただけるアイテムになっております。はい、なのであの中のお洋服とか、その場所にコーディネートに合わせていろいろ変えて楽しんでいただけると思います。で結構身幅がゆったりしてるので、多分妊婦さん、ちょっと初期さんとかだと全然着ていただけますし、この体型を拾ったりしないので、すごいあのリラックシーに、すごい楽ちんに着ていただけると思います。で結構ね、丈感も多分低身長さんでも問題ないですし、あの高身長さんも全然短すぎるってことはなく、すごい着ていただきやすいアイテムになっております。あと一応裏地もついてるので、あの透けとかも気にせず着ていただけるので、うん、今からの時期これからたくさん重宝するジャンスカになってると思います。はい、ありがとうございま す。今ねウエストマークをしようと思ったんやけど、うんうん、なんかちょっと見幅があるから若干ポヨンとはなっちゃうか。確かに結構生地たっぷり余ってる感が出るかもしれないけど、うんうん、裏地もしたらいけるの。そうやね、確かに、うんことなの。でもこれなんかストレートできた方が可愛い気はするけど、うんうんうん、一応ウエストマークするとこんな感じになります。はい、はい、コメント読んでいきます、うん、中はブラウス以外に合わせるとしたら何がいいでしょうって。何でも合うと思いますよ。 T シャツ、もちろん T シャツとかは間違いないですし、うん、まあ、それこそあの夏とかなったら、あのなんか例えばタンクトップ1枚でさらっと着てもらっても全然問題ないですし、うん、なんか中にちょっとメッシュの、今年流行ってるメッシュのトップスとかを、とかシアー系のタートルとかトップスを着てもらっても可愛いと思います、うん、はい、ですね。インナースッキリしたの着たらスッキリ見えするかなって。あ、すると思います。ちょっと私着てこようかな、うん、お願いします。い、汗どのくらい開けますか。これぐらいかな。チャリはちょっと難しいかもしれないです。あの先見幅を言ったりしてるって言ってて、もぴちゃんがね妊娠初期さんぐらいだと着れるって言ってたんですけど、あのゆとりはあるんですけど、生地の、伸びはもうほぼゼロって思っていただいた方がいいかな。ちょっとアップで見せますね。ほら、ちょっと音で想像できるかなと思うんですが、本当に張りがある感じの生地感なので、その分高みはするんですけど、伸縮性もほぼないと思っていただいた方がいいかなと思います。秋も着られそうな質感ですか。そうだな、中のインナー次第かな。確かに確かに、そんな気がする。一応ポリエステル 100% なので、うん、通年着れる素材ではあるんですけど、真冬は寒いかも。秋はこの中にリブニットとか混ぜてあげると綺麗めに秋っぽく着ていただけると思います。あ、タンク1枚と合わせて着てほしいです。おう、ちょうどちょうどもぴちゃんがそのコーデしてくれてたので、ね、少々お待ちください。うん、ホワイト見たいです。大きいです。ホワイト、ホワイト、ベージュかな、これか、これやってきて、ちょっと次行きますね。え、それ絶対かわいい。ね、さあ、どれしかも
ました。かわいい。そう、なんかすっきりさせて普通になんかタンクトップだけにしたんですけど全然これいけますね、うんうん、脇のところはしっかり結構空いてる方なのでやっぱこういうちょっと見えてもいい、今あのちょっといずしで申し訳ないんですけどスクエアタンクを着てるんですけど、そういうインナーを着ていただいた方がいいと思うんですけど、もうちょっとあったかくなったら1枚でさらっと着ていただいても可愛いと思います。でこの上から例えばこんな感じで麦わらとかも いいじゃないですか。めちゃめちゃに可愛い、うん、可愛い。で結構これアイラインですごいゆとりがあるのでショルダーバッグとかにしてもらっても可愛いかなと思います。です。うん、うん、ありがとうございます。で、スッキリで見えますね、本当にスッキリ見えです。はい、なのでインナーは結構いろいろ合わせていただきやすいと思います。うん、あやこさん、裏地はついてるのかしら。裏地ついてます。私の身長で膝ぐらいかな。うん、けどさっきみーちゃんが着てたカラーと私のカラーは多分その隙間で全然気にしなくて大丈夫だと思います。はい、インナーのラインもあのピタッてしてるサイズ感ではなくて結構ゆとりがある方なので付けはそこまで気にしなくても大丈夫かなとは思います。はい、うん。よしさん、お色黒ありますか。あります。黒はね特にミックスとかじゃなくてもう真っ黒です。はい、特にミックスではなくて真っ黒になります。うん、黒とかだとそれこそ秋まで全然使っていただけるかなと思います。うん、うん、脱げない。あ、OK、 かわいい。もう脱げない。 OK、 はい、リーさん、もっちゃんが履いてるサンダルも今日発売ですかね。みーちゃん、これどうだったっけ。これあ、サンダルカミングスーンにも載ってます。カミングスーンです、はい、これ多分スニーカーバージョンめっちゃね両方買う、多分みーちゃんめっちゃ似合ってるし、多分みーちゃんのサイズでいけるんよね、これ多分ね、ギュって絞ったら、うんうんうん、カミングスーンですって、お楽しみにしててください。うん、ちょっと下行きますね。あ、そうですね、ポケットはなしでございます。うん、そう、イズシーのペーパーハットでございますが、その可愛いのがそこにかかってたのでちょっと持ってきちゃったんですけど、いいですね。すごい気持ちいいです。クッション性が結構ちゃんとあってすごい、まず軽いので長時間履いてても足痛くなりにくそうですし、今日クッション性もしっかりしてるし、なので履き心地めちゃめちゃいいです。私今履いてびっくりしました。すごい軽いし、うん、しかもサイズ調節もこのマジックテープでしていただく感じなので、多分足の大きさとかもね、それぞれサイズはあると思うんですけど、多少なんかサイズが違っても全然これはマジックテープでいけるかなと思うので、すごいおすすめ、めちゃめちゃ履きやすいです。うん、お楽しみに。うん、あ、そうですね、インナー、あ、これインナーね、このスクエアタンク、レタスも多分スクエアタンク、スクエアネックのタンクトップ多分あったと思うんですけど、多分それとも相性いいと思います。はい、うん、あ、OK です。じゃあまたみーちゃん帰ってきたら、私黒まだ着てないんで、あの黒着てこようと思うので、もう少々だけお待ちください。うん、あ、中をすっきりしたトップスにすると胸元や脇の隙間からおパンツ見えたりしませんか。あー、まあ、多分覗かれない限り大丈夫かなと思います。多分普通に多分このお辞儀をガバってしちゃうと結構あの見えちゃうかもなので、もしお辞儀をする機会があるときはあんまりあの中にペチとか履いていただいた方がいいと思うんですけど、多分普通に日常生活してたら問題ないと思います。多分あのこうやって覗かれない限り大丈夫だと思います。はい、で出てるかな。あ、可愛い。いいやいいや、うん、よいしょ。いいですか。普通のフォトプリントティーを中に着てきました。あ、また V できちゃった、すいません。ちょっとここを見せたくって V を前にしてみたんですけれども、それに今日1点目にご紹介したデニムのシャツを羽織ってます。かわいい、絵の合わせかわいい、相性いい、相性いい、相性いい、めちゃめちゃ相性いい。これとこれもかわいかったけど、あ、かわいい、かわいい、かわいい、ピンクとかめっちゃかわいい、めちゃめちゃ色合いかわいい、うんうんうん、です。
い。でちょっとシアシャツ羽織ってほしいってコメントあったので羽織るとこんな感じなのと、はい、あと U の方を前にするとこんな感じです。あ、ありがとうございます。全然だからちょうどいいですね。こっちやったらお辞儀しても大丈夫やと思ういや多分飽きすぎてない感じで後ろから見るとこんな感じなんです。あ、後ろの V もめっちゃ可愛い。可愛いね。大人っぽくて可愛い、うんうんうん、なんか中のタンクトップを今無地なんですけどボーダーとかにしてもらったまたそれもそれで可愛いですし、うんうん、確かに、うん、また見え方全然変わるんで雰囲気も変わりますね。可愛い。あ、 T シャツアート見たかったので嬉しい。じゃあちょっとこのブラウス脱いときますね、うんうん、ちょっとまだ最近ね肌寒かったりもするから、うん、これ羽織使いでそれがいいと思う。こんな感じです、うん、ゆったりめのフォトプリントティーを合わせてます。間違いないね T シャツアート、うん、絶対合う。後ろが V ハーテ。お、ね、うん、後ろの V めっちゃ可愛い。あと全然雰囲気変わるね。でもほんま、うん、なんか違う洋服ぐらいレベルなんか変わる、ね、うん、可愛い。すごい。でも、うん、着心地がめちゃめちゃいいです、うん、可愛い。とね、後ろ V だと大人可愛いって。うん、確かに。伊豆市のオリジナルワンピに似てますか。あ、まあ、多分形は結構近いものがあるんですけど、うん、でも伊豆市の方が結構素材感がまだ全然違います。そっかそっか、はい、だそうです。そうですね、素材がまだ全然違いますね、うん、あと多分結構伊豆市ポケットあたりとかしと細部もまた違うのでまた別物かな、うん、とは思いますね。はい、ありがとうございます、うん、うーん、おしげする気こと最近ないな、うん、そう、それで笑っちゃうんだ私、ね、私は言いながら多分ないやろなと思いながら笑っちゃうときは気をつけてくださいあ、欲しいって。ありがとう、うん、かわいい。今来ました。かわいい汗染み検証とかもうやっちゃいましたか。やってなかった。どれが染みる。私のやつかな。多分この色とかあんまり目立たん気がするからみーちゃんのかな。するか。でも漆あるからな。そうですね。そう、これね実は漆があるんですよ、うんうん、ペチャペチャペチャ。はい、これぐらいべっちょり。ここ、あ、見てないかな。ここ、ここ鳴らしてます。ここ、あ、響いてたなんか私が見えてたからかなあっちの手でどんなかだって濡らしたとこじゃないもん。確かに。もう一回しよう。はい、もう一回です。切り直しです。こっちにしたらいいんか。うんうん、自分の右手が濡れてた、うん、ちょっと待って。ちゃん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 。はい、ここを濡らしました。はい、じゃあ、あ、また私ここ濡れちゃったけど、でもここ濡らしてたんはここ。あ、全然うまいこといかない。どうしよう。また濡れちゃった。嫌だ。かわいい。どうしたら伝わるんやでも裏地があるからあんま染みへんよって言ったんですけど、うん、そうですね、私がこっちもさ触っちゃうからどうしたらできるんやろ。でもさ、あ、脱い、後で脱いでからする。あ、そっか、うんうん、しよう。どうしましょう。失礼しました。脱いで絶対見せます、うん、ほんまにごめんなさい。でも結構脇のところ空いてるアイテムなんで脇貸したらいいんか。わかった、いいこと考えた。私が着てるからもみちゃんの脇に。あ、せやね、せやね、せやね、確かに。オッケーオッケー。あ、なんか違うな、伝ってきた。こいつにはめちゃびちょびちょに濡らするからどうだ、いけるかな。私も全然違うところ。ここが濡れてるん。あのね、ここが濡れてるんやけど。あ、若干染みるか。じゃあ若干。でもね、多分なんか裏地でめちゃめちゃ弾いてるというか、めちゃめちゃ滴ってる。なんか裏地が多分吸水性があるやつじゃないから、うんうん、そうですね、結構弾く系ですね、裏地は。多分ポリエステル 100% とかなんか。そっかそっか。そっち系、ナイロンとか多分そっち系なので、多分そんなにね、多分汗じみは気にしない。びしょびしょやけど今から見た人びっくりするのに、見たらこんなびしょびしょになるもんな。だからなんか、うるちが、うんうん、あの、もちろんね、普通の服でもそうやと思うけど、吸水性あるわけじゃないから。そうですね。どっちかというとインナー気をつけた方がいいかな。あ、確かに確かに。あと脇開いてくれてるから、うん、そんな脇汗、これに気にするっていうよりかは中にアセリアン着るとか、うん、確かに、あの、なんだ、汗数件のインナー着てもらうとかしていただいた方が、うん、そうですね、いい気がするな、うん、あとはミックス選んでもらう。確かにミックス、結構濃いめのミックスとかそんな分かりにくいですし、まあ、多分ほんまにこのワンピってより中に着るインナーの汗染み問題の方が、うんうん、強いですね。はい、です戻ってきたらみーちゃんがびしゃびしゃ、ね、すいません申し訳ない。いつもうまいこといくんやけどなんでやろ。
難しかった。難しかった。あ、でも通じ時そうなるねって、確かに。そうだから当たるから、うんうん、から当たるとこうなってまいります。ちょっと気をつけてですね。うん、うん、お仕事中にこっそり見てるのに笑い事やるのに、お仕事中やったんですね。すいません、そうも書いていただいて申し訳ない。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。もっと見たいってあったけど、あ、黒かな。あ、黒、じゃあ黒着てこうか。はい、買ってきます。みぴちゃん僕着替えさせてる。私、あ、全然。え、でもみぴちゃんも着替えだよ。そうか、うん。そう、骨質はね、部位を前にした方がいいと思うか、もうちょっと、私結構最近からゆったりめなトップスを着てるんですけど、もうちょっとピタッて岡部あやみさんのリブニットの半袖とか着てもらうと、部位前にしても全然あの違和感なく着ていただけるとは思います。うん、ある意味めっちゃ参考になったね。優しい、ありがとうございます。すいません。何やっけ、あ、もみちゃんありがとう。イズシーとまた違う感じならブルーミックス買おうとって。あ、でもそうですね、多分またシルエットも多分なんか似てるようで意外と違うので、また全然雰囲気変えて楽しんでもらえるかなと思います。うんうん、せっかくだったらなんかカラーガラッと変えた方を選んでいただいた方がいいかもです。そうですね、うんうん、合わせるトップスもまた雰囲気変わるから。うんうん、みーちゃんの履いてるこれレタスやん。イズシー、いや、レタスやと思う。レタスの旅とかで検索していただいたら、あ、ほんま神戸レタスとか入れた、うん、出てくると思います。ちょっと私はサイズ大きいんですけど、旅系レタスもたくさんあるので、 LG もあるけれど、うん、あ、そう、それしてほしかった。めっちゃかわいい。かわいい。今日再販やしね、しかも。あ、そうだそうだ。そう、なんかボーダーグッチャンボーダーの半袖の新色です。え、めっちゃかわいい。この新色なんか間にオレンジか黄色の線みたいなの入ってて、かわいい。黒と、ね、相性いいですね。かわいい。かわいいです。黒はこんな感じ。黒はまあ間違いないですね。透けも気にしなくていいし、汗じみとかも間違いないし。あ、これとめっちゃ相性いいね。このぶんちゃんの新色と。うんうん。色がすごい合ってる。ね。ぜひ。これに普通にキャップとかでもかわいいし。うんうん。かわいい。こうやって髪でもそれもらうとかわいいと思います。うん。あ、そのボーダー欲しいってね。かわいいですよ、めっちゃ。このオレンジ系の細ボーダーとミックスボーダーですね。かわいい。今からの時期着ても重たく見えないし、かわいいです。うん、あ、高身長動画ありますか、しおさん。 あります。ただちょっと待って、そっちにも行ってなくて、あ、アリアは商品ページにやっ てる。あ、なるほど、 OK です。じゃあちょっと流しましょうかね。ちょっと反射して見にくいかもしれないんですけど、168センチのスタッフが着てくれてるのでちょっと流します。はい、こんな感じです。わかるかな、膝下ぐらいかな。でもめっちゃすっきり見えてね、足首とかは見せた方がすっきり見えかなうので、もう一回流しますね。じゃあ高身長動画です。ちょっと見にくいっていう方いらっしゃったら商品ページに、そうですね、シルエットで、方いらっしゃったらあの商品ページに載ってるので、うんうん、よかったらそっち見てください。すいません。そうですね、ぜひ商品ページも合わせてご確認ください。エミさん、もぴちゃんが履いてるサンダルはスニーカータイプは販売してますか。さっきのやつですね。まだ在庫あるかな、あれキラキラのやつ。いや、これどうやったっけ、そのスニーカーバージョン。あ、わ、まだ出てない。あ、まだ出て、あ、スニーカーバージョンまだ出てないか。出てない。あ、出てないです、ごめんなさい。サンダルの方が多分さっき出たはず。半周やった気がする、サンダルは。なるほど、サンダルの方が先だそうです。そう、スニーカーはね、めっちゃ時間かかってるんやって。もうちょっと待ってってバイヤーさん言ってたですって。長くお待ちください。でも出るそうです、お楽しみに。ただまだ商品ページもできてないから、そんなにも上がってないんちゃうかな。なるほど、じゃあ先サンダルですね。そうそうそう、多分ね、やってもこなければ。お楽しみに。はい、うん、で、あ、皆さん、ブラックマンキーは中、あ、何色のタンクトップ合わせますか。え、何でも合うと思います。もちろん黒で、あの、真っ黒にしてちょっとあのバッグとかをカラーものにしてもらっても可愛いし、ピンクとか緑とか、それこそボーダーの、あのタンクトップとかでも可愛いと思いますし、多分何でも合うと思います。はい、黒だったら全然もう何でも大丈夫です。はい、うん、バンズに着るには生地的に厚そうですか。いや、生地自体は結構薄手です。はい、すごい柔らかくて、
あのすごい涼しいです。なので真夏全然問題ないと思います。私はもしかしたら裏地がついてるんで人によってはちょっと暑く感じるかもしれないんですけど、でも結構通気性がいいのでこれは、うんうん、真夏でも問題なく着ていただけるとは思います。はい、あ、いいやん、かわいい。スクエアパンツをちょっと色物にしてみました。いいね、いいね、かわいい、うん、すっきりしてる。あと二の腕のこの始まりが見えへんからなんか細見えして見える気がします。二の腕ちゃんも、いいね、かわいい、かわいい、かわいい。あ、キラキラさん、わ、今月中どうやろうか、わからないな、わからないけど、確実に今月中に出るのはサンダル、健康なければサンダル、うんうんうん、私はサンダル白か、あ、2色なんですけど、白と黒買って、うん、スニーカーはグレー買おうかなと思って、これかぶりたい、え、かぶりたい、かわいい、あ、あ、かわいい、かわいい、めっちゃかわいい、ワビちゃん骨格は自己診断でウェーブ？そうね、自己診断でウェーブ。でも多分ドンズマのウェーブじゃなくて、多分なんかちょっとミックスっていうかなんか、多分なんかなと思ってます、うん。私はもうドストレートって感じです。ストレートの要素ばっかりある感じです。はい。2人は買うなら何色買いますか？何色？何色があったっけ？でも結構ミックス系可愛い。ミックス可愛い。4色展開ですよね、これ4色展開、うんうんうん、4色展開やったはず、うん、4色展開ですね、うん、悩むな。でも私も結構ミックス系が好きかもね、かわいい。結構ミックス系が好きですね、なんか夏らしい感じが、けどあの全然あのインナーとかはすごい合わせやすいと思いますね、うんうんうん。あ、そう、サンダルね、あの予定通り行けば今月です。ただなんかね、うん、あのコロナの影響でちょっと明日急遽発売できなくなりましたっていうことが最近結構ザラにあるので、うん、ちょっと何日ですというのが明確なのがちょっと言えなくて申し訳ないんですけど、予定通り行けば、今週か来週だったかと思います、うん、サンダルは、はい、です。もぴちゃんソフトガーリーだったっけって、だったっけ、多分そうだったと思う。でもガーリーだったと思う、だった気がする。みーちゃんとは違うガーリーだった。あ、そう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 、うん、私も何か忘れちゃった、ね、ぐーちゃんがインパクトガーリーってのは忘れちゃった。すごいみーちゃんが、みーちゃんフレッシュガジュアルだったっけ、じゃあガーリーか、フレッシュガーリー、あ、フレッシュガーリーや、そうや、そうだそうだ、そう、私、そう、みんな同じガーリーでも多分違ってた印象です、ね、うん、あ、みーちゃん、あ、そう、みーちゃんがフレッシュガーリー、あ、多分僕ちゃんのソフトガーリーだった気がする、うん、やった気する、うん、ありがとうございます。バッグ、僕ちゃんこれ持って、あ、え、かわいい、え、いいじゃん、かわいい、かわいい、このバッグほんまにかわいいね。だってこれ、だってあのボタンのね、付け方によっては全然形も変えれるし、そう、斜め掛けもできる、ね、いつもこれで通勤してる、かわいい、そう、こうやったら結構物入る、一番入るんちゃうかな、こういうのが、うんうんうん、こうより、しかもなんか黒もクリアやけど、ちょっとなんかあのスモーキーというか、うんうん、確かにすっけすけって感じじゃない、うんうん、気する。こっちもなんかちょっとあの、ま、あの本当クリアっていうよりかはちょっとあの、なんていうの、フィルターかかってる感じなんで、めちゃめちゃスケスケではない、うんうんうん、です、です、うん、いけそうかい、はい、かな、うん、うん、あ、みーちゃんのインナーはなんだろう、スクエアタンクです、神戸レタスのスクエアタンクです、ダークオレンジとかなんかそんなカラーです。私が着てたのは伊豆シーのスクエアタンク、うん、そう、両方あるからね、ちょっとややこしいんですよ、すいません、ごめんなさい、じゃあちょっとおさらいいきますか、そうですね、ある、3つともある、お、じゃあおさらいに行こうと思います。はい、1点目にご紹介したのがステッチデニムボリュームブラウス、はい、品番が C6195 です。オフホワイト、インディゴ、ブラックの3色展開でお値段2790円です、です、はい、であとね、M3682 ってスカートセットアップでお得いただけます、はい、全色を揃ってます、はい、そして2点目にご紹介しましたのがブラウス、はい、選べる2タイプ、ハイネックブラウス、品番が C6185 です、うん、ね、リボンありとリボンなしのタイプがあって、はい、オフホワイト、ミント、ブラック、ストライプサックス、ストライプブックス、ストライプピンクの5色展開です、はい、お値段が、1990円です、はい、はい、そして、あ、それや、最後に紹介したのが、前後2ウェイリネンライクジャースカワンピース、現場が E3061 です。お色が4色で、ベージュ、グレーミックス、ブルーミックス、ブラックの4色展開です。お値
段2590円です。はい、でちょこちょこ合わせてたバッグですね、うん、これが、はい、今日最後かな。おう、あ、もう帰るわ、12時からやから。はい、フォーウェイキューブ、うん、フォーウェイキューブショルダーバッグ、品番ガービー1445です、うん、既存のカラーもあるんですけれども、ほべちゃんのクリアエクリュ、はい、クリアエクリュです。で、うん、クリアブラックという新色がね、今日の12時から発売開始になってます。これほんまにめちゃくちゃ人気で、全、うん、色揃ってるの久しぶりに見たので、うん、お早めのチェックがおすすめで、はい、18日水曜日朝11時59分まで送料無料の特別価格になっております、はい、かな、以上、うん、今日はがっつり紹介したのは3点で、合わせとか入れると5点紹介していきました、うん、ありがとうございました。はい、じゃあちょっとコメント読みながら。あ、そうですね、はい、うんうん、なんかコーデであればくださいませ。はい、はい、お二人はカバー何色推しですか。私ね、黒のバッグかもしれない。黒しか持ってない。いや、私もから挑戦したい、プチブラで、うん、なんかいつも黒買っちゃうもんな、無難に。いや、そうなんですよね、私もそうなんよね、ほんまに。だからちょっとやっぱ夏らしいし、これかな、うん、うん、私もエクリの方が好き、うん、ほんまに黒かベージュしかないから、なんかちょっとエクリっぽいから欲しいと思ってたから、うんうんうん、かなっていう感じです、うん、はい。セットアップできるやつのスカートは販売してないはず、ね、今日同時発売だったかと思います、うん、ね、ゴムはね、後ろバックゴムですね、うん、L3682 です、うんうん、はい、結構伸びる、結構伸びる、うん、結構柔らかい、若干ちょっと大きいかも。あ、確かに、うん、デニムインするんやったらいいけど、うんうん、だからね、サイズ広かったら見てください。私若干大きかったです、うんうん、はい、あ、エリカさんのコラボや、そうだ、あ、そうだ、そうだ、そうだ、ポピちゃん、じゃあ着替えをお願いします。そうね、はい、着てきます。上下両方着ましょうか。あ、どっちでもいい、普通のコーデも見たいかも、どっちでも。確かに、パンツの方が丈感気になるか、確かに。じゃあ私トップスにしよう。あのね、私の丈感は低身長動画に多分載ってると思うんで。そうだそうだ、なんでモピちゃんの動画ないから、モピちゃんにそっち来てもらって、私なんかじゃあトップス着るように着ますね。ありがとう、チェックしよう。ぜひぜひ、あのこのライブ紹介品番の一覧とかにも載ってるし、これの商品ページの下の方にセットアップできるスカートはこちらみたいなバナー確か出てると思うので見てみてください。最初のブラウス2人のお尻は、インディゴ、めっちゃ可愛いです。迷うな、ブラックかな、ね、ブラック可愛かった、うん、ブラックセットアップできるの絶対可愛い、絶対可愛い、そんな可愛くてすごい好き。みーちゃん逆に着てほしいです。 OK です、ちょっと待ってくださいね。この色って可愛いですよね、うん、オレンジとベージュ、なんか夏って感じね、可愛い可愛い、うん、はい、今日の紹介したブラウスと、あとエサエリカさんコラボのアイテムですね、うん、めちゃめちゃ履きやすい何もしますね、うせうせ、危んな、めっちゃチャック、危ない、危ないもん、めっちゃチャック上げた気分だけで、でもなんか最悪くれたらいいかもね、確かに一人でできひんっていう、うん、なんか多分ボタン閉めんでもリボンあるからね、るから後ろからガチャーって見える感じがして、ファスナーさえ上げたら大丈夫です。いいかもしれない。